さあ、この形になりました。今日は3対1で日本生命レッドエルフがひょっとすると 4-0 になるかもしれないというところだったんですが、まあ、サマラが頑張ったんですけれども、で3-1となりました。それでは今日の試合、映像の方で振り返ってみたいと思います。まあ、今日のポイントはというところで、まず冒頭にねちょっとお話をして、どういうふうなこのダブルスで立ち上がりになるかというところだというお話もありましたが、まあ平野そしてチャン、この、そうですね、ダブルスでもサーブとレシーブのところで、もうしっかりと戦術面が、組み立てられましたので、まあ、そこでやはり勝ったっていうのは非常に大きいですよね。そうですね。ですから右と左というのは平野、早田だけではなくて、そうですね、こういう形もあるんだというね。そうですね、はい、やはり長いシーズン、まあ、選手のコンディショニングもあると思いますので、まあ、いろんなペアリングが考えられると思いますよね。そういうことですね、はいはい。そして第2マッチがシングルスに移りまして、これが 3-1 で終わったのがちょっと信じられないぐらいの、はい、立ち上がりは本当にあのチェインチンの、ね、はい、ペースで行きましたから。そうですね、一度も勝ったことないと言ってましたけれども、早田選手苦労するぞと思っていたんですけれども、はい、そうですね、やはり2ゲーム目からの早田選手の戦術転換っていうところが、やはりこれからの成長っていうところにやはり期待したいですよね。でも逆チキータのスローが出ましたけれども、はい、逆チキータといいチキータといい非常に素晴らしかったですね、はい、非常に素晴らしかったですね、いろいろと、まあ、対応してきたなっていう感じがしますね、はい、これがダメだったらこうしようという、やはりいろいろな戦術の引き出しですよね、はいはい、が多くなりましたので、ですからサーブを変えたことによって、はい、その点でガラッと変わりましたもん ね、 ね、はい、自信持てたと思いますね、この試合勝ったことは、はい、これで今勝利を決めた瞬間です、早田ひな選手。さあそしてこれもまた注目されるところではあったんですが、平野美宇選手カット打ちはどうかなということで、相手はそのカットマンの力のあるソ・ヒョウォン選手だったわけですが、この試合はどうでした。はい、そうですね、やはりこの試合 も、もう本当に点数的にも10点だったり9点という、まあ、本当に拮抗した試合になりましたし、もう最後の最後も本当にどちらが勝ってもおかしくなかったと思うんですよ ね、 ですよね。その中で最後に平野選手のやはり気持ちの強さというところで勝ったと思いますね、あとやはり平野選手本人も言ってましたけれども、やはりお客さんの声ですよね、声援を胸にですね、頑張れたと思います、まあ、とにかくあの12対10というゲームがね、まあ、シックスオールから始まったそのあれも含めて3つもあったということで ね、はい、でね、4ゲームのうち3つということでしたから、はい、あ、すごかったですね。でこれがマッチポイント、5ゲームのうち3つですね、素晴らしかったです。あ、5ゲームのうち4つか、最後は12対10ですからね、そうですね、11対13ですね、あ、はい、そしてこれがサマラとチェン選手の一戦、まあ、ここで一つ頑張りましたのでね。そうですね、サマラ選手はやはり自分の持ち味を十分出した試合だったと思いますね、そうですね、まあ、そして、女子開幕戦が、幕を閉じるという形にはなったわけでありますけれども、まあ、非常にいい試合を4試合ともしてくれたのでね、はい、そうですね、本当に世界最高峰のいい試合だったと思います、はい、まあ、そういう点でもこの T リーグのスタートとしては非常に素晴らしい